松山ダリアです。大学に通いながらダンサーを目指してるの。バーでバイトもしてるから、今度遊びに来てよ。私が言うのもなんだけど、不思議なユニットだよね。ゴーウィングマイウェイなリカに、現役モデルのマリカ、そこに真面目すぎる DJ のサオリがいて一目見て私も入りたいと思っちゃった。第六感ってやつかな。ビビッときたんだよね。コーラスとパフォーマンス、ひょっとして私たちのライブにまだ来たことないの？そうなんだ。じゃあ次は必ず来てよね。野菜と果物のスムージー、その日のコンディションで品目も変えてるんだ。こう見えて豆なのよ。肉の脂身はちょっとね、嫌いじゃないけど控えてるって感じかな。趣味というか日課だけど、週末には必ずジムに通ってるアメリカ人のトレーナーの人がマジ最高なんだ。あとはアロマオイルを集めることも好き。アロマストーンに数滴垂らすとぐっすり眠れるんだ。みんなリカに注目しがちだけど、私はサオリがすごいと思う。変わろうって思って頑張ってる人は強くなるよ。ピーキーピーキーのユカって子、彼女も相当鍛えてるよね。あの体幹はただものじゃない。あとあの顔、どこかで見覚えが。そうだな、この前バイトしてた時、なんだかお客さんに怖がられちゃったみたいなんだ。もちろん何もしてないよ。目力が強くてとか言ってた気もするけど、どうしてなんだろう。実は結構張り詰めて生きてきたんだけど、みんなに出会ってもっと楽しく生きることもできるんだなって。しばらくはここにいるから、ライブ絶対来てよね。